はいどうも、 SGM スーパーグラサンマシンです。本日の動画はですね、今さら聞けないディスクアップ巷で有名なディスクアップですね。大体みんな上手い人が打つイメージですけど、これを初心者でも分かるようにうまく打てるようにはどうしたらいいのかというのを、説明しながら、今回は初心者であり可愛いアキラをパートナーに迎えてやっていこうと思ってます。よろしくお願いしますどうですか、普通にスロットは打てますか。目押しぐらいしか、 A タイプしか打ったことないんで、それぐらいですね。7とかは見えます？7は見えます。揃えれます？揃えれます、そしたらディスクアップもできると思います。ディスクアップも、細かいところから初心者向け、マニアックなことはあんまり抜きにして、初心者向けの、こうやったら、取りこぼしをしないよとかいう簡単な、ところからやっていこうと思いますんでね、初心者でも今日からディスクアッパーになれるっていうね、動画を作っていこうと思いますんで、アキラを一流のディスクアップに、ディスクアップって言ったんだね今ね、ディスクアッパーに、育てたいと思います。それではどうぞ。はい、それではこちらディスクアップを実践していきたいと思います。まずですね、ディスクアップっていうのは基本皆さんのことを考えて、音量は1を2にしていただけると、あまりこれマックスにするとですね、音がうるさくてね、他のお客様にねがちょっとね嫌な気持ちになることがある。これディスクアップの基本は、まずは一番低いところか、もしくは2番目ぐらいまででやっていただけると、皆さん助かると思います。それでは、行こうと思います。まず、ディスクアップは簡単に説明しますと、設定は普通のスロットと違って4段階です。1、2、5、6の4段階になってますんでね、間違えないように。設定変更すると、基本的にはまずは、リールは震います。これよく見てください、はじめ。これ今設定変更した状態なんで、わかります？震います。これが、もう2回転目からは震わないので、いきます。基本、じゃあ、いきますね。アキラさんもいきますよ。まず基本は、黒いバー、黒いディスクアップっていうこの絵柄ですね。これを適当に押せばいいです。で、このチャーって今言いました。チャーって、これ、この消灯。これ消灯すると、まあチェリーが止まってるんでもチェリーなんですけど、一個の消灯だと、まあ基本的にはチェリーオアリプレイオア九枚薬っていうことになります。まあ本当に押していきましょう。黒いのをまず狙っていってください。黒いの。そう、それで大丈夫です。あとは基本は、ハサミ打ちの方が分かりやすいです。こっちは適当に押せばいいです。適当に、はい、真ん中で、この状態は、消灯してないので、確実にここに9枚薬が揃います。どこを押しても星が揃います。適当に押したら星が揃いますっていう、まずはこれは基本の一番最初の基本で、まあ、今は全然大丈夫なんで、何かあるまで普通に回しておいてくれて大丈夫です。これ今チャって言いました。これ1回転この目でチャって言った状態、これ9枚薬はリプレイ、これは何でもいいです。適当に止めればいいです。これはもうリプレイですね。もしこれでリプレイが外れるようなことになったらボーナス確定です。そう、さっきの今ちょっと一緒ね。これ右は適当に押して大丈夫です。これリプレイになります。っていう、まあ基本はそんな感じです。で、取りこぼしと俗に言われるやつがあるのは、これも9枚薬になるんですよ。これがもしスイカが揃う場合は、ここも絶対消灯します。ここが消灯しない時点でスイカはないので、まずはもうこれ絶対9枚薬が揃います。っていう、これが基本の打ち方です。あとはもうそのままハサミ打ちでバンバンやってたら取りこぼすことはあります。ディスクアップが難しいと言われるのは、基本的にビッグ中の目押しが難しいと言われますんでね。まあそこまで難しい機会ではないです。いいですね。そうです、そうです。黒、ちゃんと黒見えてるから大丈夫そうだね。ずっと黒。ずっと普通に黒打っといたら大丈夫。はい。で、今度スイカが揃う時だけまたちょっと。なんだっけ？これチャって言った時は、何かの
子役が揃うとき、もしくは、外れっていうのはあるんです。これ右を押してください。これ、ちゃっちゃって二つ言いました。この時は、これがスイカです。で、これは、スイカオア、ボーナスが多いので、もうこの状態はもう確実にスイカか、ボーナスです。なので、ここは取りこぼします。なので、赤い7。赤い7を押してください。赤い。ここに赤い7を押せば、スイカが揃えます。そう。そう。これ、で、これがスイカが外れるようなことがあれば、ボーナス確定。で、ここが3消灯するときと2消灯のときがあります。2消灯は、2消灯でスイカです、基本的に。3消灯スイカもありますが、3消灯スイカはここのルーレットに発展します。発展しなかったらボーナス確定とかいろいろあるんですが、まあ基本的には2消灯は、スイカと覚えておいてください。リプレイ、2消灯以外はないので、スイカは。1消灯でスイカっていうのはないので。じゃあそのまま打ってください。はい。ちゃんと目押しできましたね。できた、やった。うん、いいね。これ、この今、ちゃん、これもスイカです、おそらく。この目が来てるんで、これはこっちで言います。で、こういう、こうなります。スイカの時は2つ消灯するので、ほぼ取りこぼすことはありません。どちらかというと、花のスイカの方が取りこぼしますね、おそらく。この方が、これもジャッジャーなんで、スイカです。で、赤い7を、そしたらこう。で、これは、この一緒の目ですけど、この目ですけど、1個しか消灯してないので、スイカは揃いません。あ、なるほど。なんで、これは、わかります?これはすごい目ですね、意外と。これは意外とすごい目かもしれない。これ、入ったんじゃないですか?これは基本的にこの目って、リーチ目なんですけど、9枚役を、はあるんです。でもこれ、リプレイも揃う確率がないし、9枚役もこれ揃わないんです。つまりこれは入ってるんじゃないですかねっていう目です。これは多分どこしか、これで星が3つ揃いました。これはリーチ目です。これ今すごい目が出ました。で、3消灯した時にルーレット演出に発展しない場合は確定です。これでもう入りました。私の分入りました。早くも入りましたね。じゃあこれはビッグかどうかまだこれは分かんない状態なので、こういう場合無駄なことをしないので、あ、これいいですね。とりあえず。うん。9枚目。で、これを1枚掛けていきます。で、これはもう狙い方は自由なんですが、ビッグの場合、同色ビッグと呼ばれるものがメインになります。で、化けの場合は、7、7、このディスクアップっていうやつになります。まずは、これを狙ってみます。で、これが今、ここに押してるはずなんです。この状態でビッグカメです。まあ、これ BB なんで、これはまあ、どっちか分かる。これが VV の場合は、ビッグ確定です。まあ。おそらくですが、これディスクアップなんでしょう。はい。はい、ここで、ディスクアップ。第一の難しいところ、ビッグの、これ入ってるかな、ビッグの打ち方を説明します。まあ、一番小さくしてやります。ビッグのまず打ち方、簡単に説明します。まず、始まりますと、ここに青い7を狙ってください。一回目は。青い7を、ここリプレイ、リプレイ。ここの時に、ここにディスクアップ。この黒いやつを一回取れます。で、これで OK です。あとは、普通に打ちます。で、ここからがディスクアップの難しいところ。何も起きないときは普通に打ってください。で、このレディー、音が鳴ったときに、ここの枠の下、ここに青い7を押します。わかりますか?今。これが上乗せです。これが今の、ここに押してしまうと早いバージョン。これが失敗です。こうなると。
今のは早く押し込みます。でも、ここが3分の1で当たれば上乗せします。じゃあちょっと真剣にいきますね。今からちょっとこれが今のは成功。わかります。今のここに7を押せたら上乗せしていきます。これの繰り返しです。これでどんだけ ARP を貯めるかっていう。でもこれがうまい、これがうまくできなかったら全然たまらないので、ディスタンプは難しいと呼ばれます。じゃあちょっと真剣にいきます。ちょっとサングラス外していいかな。サングラス外しました。はい、251枚、これはもう確定します。で、ここからがね、ダンスタイム、これが ART ですね。これが2分の1で入ります。はい、これ入りません。これが2分の1で、ダンスタイムに入ると、20、40、60、かなで、100以上みたいな、感じで始まります。これは入らないので、ここのさっき取った上乗せ分の26ゲームを持って ART に入ります。ちょっとめっちゃ曇るんで打ちにくいですね。いきます。 Come on, DJ! これも普通に打てばいいです。何もない時はで、こう出た場合黒を狙い、ここに黒を狙ってください。そしたらあとは適当に押せば9万円が揃います。はい、このま、これはもうナビ通りに行ってくれたらいいです。1、2、3、1、2、3で、これでいいです。はい、はい、一旦終わりました。251枚から26ゲームで、266枚になって終わりました。もうこれはまた普通に打っていきます。もう普通になんか何もなく、何も起きません。何も起きてはいない。何も起きない、何も起きない。まあまあですが、こんなもんです。とりあえず、一旦は行きましょう。これがラジカセ演習って言われるんですね。ラジカセやってます。まあ特に普通に打てばいいです。それが音が消えてしまうと外れです。なんでここは何も揃わないです。で、これが音が鳴ると何か子役が揃いましたよっていう合図なので。分かりだすとね、このディスカップはめちゃくちゃ面白いんだよ。いや、見てて楽しそう。これはね、めちゃくちゃ面白いのよ。だからちょっとね、この面白さをね、伝えてあげたい。何にも起きない。そうだね、何も起きないのよ。何も起きない、恋と一緒だ。恋と一緒、何も起きないんだよ。恋と一緒、スロットは恋と一緒らしい。スロットはこれね、粘りと根性、我慢するとか我慢する、こういろいろね、恋と一緒です。今でもちょっとこれ今何も起きないっていう。お、何？何？はい、これ今、これ目見てください。これはスイカの目なんです。この場合、ラジカセ演出言わせてましたね。スイカの場合でもこの演出があるときはショートしません。なので難しいですけど。これ今スイカの名です。で、適当に押したので、多分スイカ揃ってません。あ、適当に押しちゃった。押した。赤じゃないでしょ。青が来てる、ね。赤じゃない。ただこの名をどう見るかちょっと微妙ですけど、スイカの取りこぼしなのか入ってるのか、おそらく取りこぼしです。でもわかんないです。これちょっと微妙じゃないですか。微妙な目なんで当たってる確率もあります。頑張って押してみましょう。さあ、赤。何これ。これ小塚です。いや、
思わせぶりがすごい。思わせぶり、これ恋と一緒です。やっぱ恋と一緒、ほんと。ベースキャンプは恋と一緒です。思わせぶり。ドン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 。これはなかなかレアです。今のはレアですね。今のこれはなかなかのレアな感じで入りました。ゲゲゲゲ。これは珍しいパターンですね。今のはシュプシュンって、もう今のは青七確定ですね。はい。よし。じゃあ行きますね。はい、終わりましょう。これが今回は72ゲームです。はい、これが2分の1のダンスタイムに入りました。これで、3種類のキャラクターが出ます。アフロレディ、リーゼントマン、シンディっていうね、3種類の、キャラクターで ART の回数が違います。なんで、いきます。これ一番ダメですね。ダメになってきた。これが一番ダメな、アフロレディ。これが20ゲームです。これです。これプシューって言いました。この時は、普通にチェリーを狙った方がいいです。それ以外をやるとパンクしてしまうので、まあ普通に今まで通り黒い7を狙って狙っといたら問題ありません。これが鳴った時は絶対にこの黒いやつか赤い7を狙ってください。青い7を狙ったらダメです。はい、ここからあと4ゲームになります。このダイナマイトが爆発したらボーナスです。はい、今これ波打ちました。これは、チェリーオアスイカです。なので普通にこれで、はい、この目が出た時点でチェリーではないのでスイカオアボーナス。はい、これは20ゲーム終了です。なんでそれで終わって、あとはさっきの上乗せした分の72を持ってまた ART に入ります。アキラ早く当ててね。なかなか当たらん。この押し順だけは絶対に間違わないようにしてください。この押し順を間違うと終わってしまうので、 ART が AT になっちゃうので、すごいメダルが減ります。これは絶対あの押し順だけは絶対に間違わないように。あ、これです。今来ました。今の来ました。ペラポン、これがね、一番この機械の面白い演出です。これはね、どう説明したい。これはね、何が揃うかわからないんですけど、チェリーはないです。チェリー以外の全対応薬もしくはボーナスなんで、これはもう好きなとこ押せばいいです。適当に、もう適当に押してもいいし、わかりやすくさっきの目を出してもいいし、これは一番面白いポイントです。滑りの駒の音が聞こえるんで、今滑ってないです。なんかビタッときたので、おそらくこれはちょっと目の中では一番寒い目ですね。スイカが揃いやすい目です。あ、はいはい、スイカで、これをこれがもうスイカを否定すれば確定なんで、頑張ってください。7を狙って、ああ。残念。当たらん、全然。
ューペラポン一番面白い演出ですね。そうですね、あとは通常中の慣れで言えば遅れもあるんですけど、遅れエースの場合はチェリーを否定すればボーナスです。これはあ、俺は何とも言えない、これ何とも言えない目ですけど、あのこのまま何も次消灯しなかったら確定ですね。消灯しても可能性はあります。普通に押せばいい、うん、可能性はある。ちょっと微妙ですね。思わせぶりですね。え、これ外れないですか？外れです。揃ったけど。声が出ないんじゃ。入りました。お、第三消灯ですけど、このスイカ外れですね。これ綺麗な形ですね。矢印。でもね、僕この目結構ね、レギュラー多い気がするんですよね。ね、やっぱりね、あのね、結構レギュラーを言って、じゃあレギュラーボーナスを説明します。レギュラーボーナスは、まず1回、スイカを揃えます。まあスイカなんで、普通にこう2回赤7を狙ってスイカ、普通にここにこれでスイカを、あとは通常通り打っていけば。レギュラーの時は間違わず1回だけあのスイカを揃えてください。で何も動かない。これもう、これは熱い。ほぼ確です。ほぼ確定しました。わ、すごい。イエーイ。さあ、じゃあ変わりましょう。これで、花のあるアキラにちょうど練習させましょう。いいぞ。はい、やった。はい、じゃあここから明に打ち方を説明しながらやります。はい、まずはどうでした？あ、これはレディーなんで、これです。レディー。何？ここに青い奈良です。ここに青い奈良です。はい、下段の下がったところに青い奈良。いきます。はい。これで250。はい、でこれで次はダンスタイム、これが1/2です。あ、まだ
ダン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 、あっ、やったー、なにこれ。これがダンスタイム、これが、さっき見てた昨日3種類ですね。あー難しい。はい、これまあ一通りビッグレギュラーの打ち方、通常時の打ち方を説明したんでね。まあ難しいね。難しいです。難しかったな。めちゃくちゃ難しい。うん、なんででもこれはまあ慣れていくと、今日ももう最後の方はねだいぶできるようになってましたんで、初心者のアキラでもこうね、ちょっと1時間ぐらいですか。で、だいぶわかるようになりましたので。今までも打ったこともない人はぜひ挑戦してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと俺サングラスしてないわ